モーリカナの君ザネクスト。はい、ラジオお聞きの皆さん、おはようございます。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。この番組は社会で活躍されている方々をお招きし、ゲストの方の子供の頃についてお聞きしていくものです。子供たちに将来の夢、なりたい自分、自分の価値、目標を見つけるヒントになってほしいという思いを込めて、爽やかに、健やかに、そしてカラフルに情報を発信していきます。子供と大人の今と未来を応援する君ザネクスト。この番組は子供と大人学びサポート B カラフルの提供でお送りしていきます。それでは今週のゲストをご紹介します。今週のゲストはフリーランスで働かれている浅戸大志さんです。浅大さんとお呼びしたいと思います。はい、よろしくお願いします。78.0 FM Naha。はい、早速浅田さんにどんどんお話を伺っていきたいと思います。じゃあまず自己紹介をお願いします。はい、さーい沖縄で、フリーランスのエンジニアとして活動しております、浅戸大志と申します、あだ名は浅大なので浅大と皆さんお呼びください。はい、ありがとうございます。私も今日は初めましてなんですけど、浅大さんというふうに呼ばせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いしますお願いします。はい、じゃあまずですね、早速子どもの頃のお話から伺っていきたいと思います。はい、まず、ご出身は沖縄県なんですよね。はい、家族構成は5人家族ですね、うん、と、3人兄弟で自分が末っ子ですね。あ、お兄さんお二人上に。はい、そうです。結構喧嘩とか多かったですか？喧嘩、そうですね、2番目の兄とは、うん、僕が中学時代の頃に喧嘩はよくしておりました。2番目のお兄さんと何歳差なんですか？と3つですね。一番上のお兄さんとは7つですね。じゃあ7つ離れてたらね、もう結構年が離れてるので、割と喧嘩とかもあんまりなかったんですかね。そうですね、ほとんどなかったですね、うん、一番上の兄に関してはもうよく遊んでくれる良い兄っていう印象でした、ね、うん、あ、優しいお兄さんという、はい、うん、じゃあそんな浅田さんなんですけども、幼稚園の時どんなお子さんだったんですか？そうですね、一人で遊ぶといいますか、うん、公園とかに行った際に砂場で、うん、一人で、うん、その山といいますか自分が思う山みたいなものを一人で作って満足していたような感じでしたね。あ、じゃあもう一人遊びが好きで結構おとなしいタイプ。はい、そうですね。今も結構こう、なんていうんですか、落ち着かれてるクールな印象があるんですけどもはい、ありがとうございます。幼稚園の時からじゃああんまりこう変わってないんですかね、性格とかは。どうでしょうね、でも自分の両親から話を聞く分にはやっぱり、うん、その仲のいい子と一緒に遊ぶ際は結構そのはっちゃけと言いますかそうですね、よくなんか、うん、人と会話するのが好きなような子っていう印象を持っていったそうです、はい、あ、そうなんですね、はい、結構私意外だなってちょっと思ってしまったんですけど。あ、そうなんですかあの幼稚園の時とかおとなしいタイプで一人遊びが好きっていうふうにおっしゃってたので、はい、なんかこうお友達とかでもこうの間でもクールな感じなのかなと思ってたんですけど。そうですね、うん、でも、うん、幼稚園の頃はでも、うん、やっぱりその僕当時住んでいた場所がその団地だったの でその団地の近くにある幼稚園に通ってたので、うん、その一緒の団地に住んでる子だったりっていうのがいたので、それでなんか一緒に帰ったりだったり遊ぼうよみたいな感じで帰り際に誘ったりっていう感じで、なのでそういった子たちとよく遊んでたので、それで自然と仲良くなって話すような感じでしたね。そうなんですね。ちなみにこう一人遊びが好きっていうふうにさっきおっしゃってたんですけども、はい、砂場で山作ったりとか、それ以外にこう例えば運動だったりとかされたりはしてたんですか？そうですね、その幼稚園の頃はもう一人でかけっこだったりっていうのがすごいあれだったので、うん、はい、
であとはあれですかね、小学校に上がったりとかした時にはその友達と鬼ごっこだったりかくれんぼもしてましたし、うん、その友達集めてその野球のっていうかキャッチボールだけなんですけども、うん、キャッチボールをしたりっていう感じで遊んでましたね。ああそうなんですね。ちょっと今うんって思ったのが、一人でかけっこっておっしゃってたんですけど、一人でかけっこってどうひたすら走るっていうことですかね。本当にそうです。不思議ですよ。団地の下の階がちょうどその団地のすぐ目の前が駐車場だったんですけど、うん、その人が歩けるような一応まあ歩道みたいな形で道があったので、うん、そこでなんか自分でここまで走るぞっていう目標を決めて走ってましたね、はい、すごいですね。なんかもうアスリートみたいな感じですね、ちょっと、はい、なるほど。そんな浅田さんなんですけども、小学生上がられてからもうあの性格はどんな感じだったんですか？そうですね、でもほとんど変わらなかったような感じですね、うんうん、仲のいい友達とは話すし、うん、遊ぶしみたいな感じでしたね、うん、何かこうゲームがお好きだったみたいなお話を伺ってるんですけども、はい、そうですね、自分はいわゆる今ではすごい今の子たちだとすごい変な、なんだろう、違和感のないお話かもしれないんですけど、うん、当時、まあ、僕はゲーマーでしたね。その当時ってゲーマーって珍しかったんですか？まあ珍しいっていうほど珍しいわけではなかったんですけど、うん、やっぱりなんかそのゲームをよくする子って僕の当時の小学校とか中学校だとなんか煙たがられるというか、うん、そうなんですね、はい、オタクだなみたいな感じで結構当時は言われたりはしましたね、うん、小学校からそうだったんですか？はい、あ結構私それちょっと意外でした。なんか私が小学生の時はもうゲームやってて当たり前みたいな感じだったので、あの私の時は DS だったんですよ、はい、流行ってたのが。もうみんな絶対持ってて、なんかどのこのカード持ってるみたいな、カードっていうか何て言うんですか、カセットですかね、カセットっていうんですかね持ってるみたいな感じで盛り上がってたので、なんかゲーマーだから何かみたいなこと全然なかったですね。ちなみにどんなゲームがお好きだったんですか？当時はそうですね、パワプロ君と、あとは今はまだ続いてるのかわからないんですけど、うん、ラチェット&クランクっていうゲームがあって、当時はすごい僕が中学校とかぐらいの時は流行ってたような気がするんですけど、うん、すごいやってましたね。どんなゲームなんですかそれは？どんな RPG ではないかな、 RPG に近いんですけど、まあ、いわゆるアクションと RPG を組み合わせたようなゲームで、なんかいろんな一人の主人公がいろんな敵を倒すような感じで、まあ今で流行ってるようななんか Apex とか FPS メインのゲームとはちょっと違うんですけど、そういった対人系のゲームとかはやってましたね。そうなんですね。小学校はそんな感じでゲームがお好きっていうので、はい、中学上がられてからもうゲームはやられてたんですか？ゲームやってましたね、うん、モンスターハンター、あー、はいはいはい、モンハンですね、うん、をやってました。で、あとは当時そのカードゲームというか、うん、自分の友人の周りでその遊戯王がすごい流行ってて、あ、そうなんですね、はい、なのでそう友達と集まってモンハンをするか、うん、その遊戯王をするかみたいな感じでした。ほぼ二択っていう、はい、本当に。あとはその、スマブラですね。あ、スマブラ楽しいですよね、はいはい、あ、懐かしいです私もやってました。ちなみに中学の時はそのゲームがお好きっていう風だったんですけど、部活動は何かやってたりはしてたんですか？中学の頃は特別部活という部活はやってなくて、うん、その1年生の途中までその野球を少しやってたことはあったんですけど、そのなかなか部になれずに自分辞めて、あ、でそこからずっと帰宅部だったんですけど、はい、まあそのまあ野球以外でその地区の大会というか陸上の大会のある前にその一定期間だけその陸上練習をしますよみたいな感じで、まあ一個の学校のイベントでしたね、今考えてみたら。そういった感じでその学校の先生が生徒を集めてその陸上練習するみたいな感じで、その当時はその陸上とかを参加したりっていう風にしてましたね。それはなんか陸上こうやってて、あ、走るの楽しいみたいな感覚だったんですか？どういうこう感覚でも、あ、先生に言われてるからやんなきゃやりたくないなみたいな感じだったのか、どういうこう感情だったのかなと思って。あ、でもそうですね、先生に言われてというかコーチに言われてっていう感じで、なんか練習頑張るぞみたいな感じよりも、うん、どちらかというとその友達もいましたし、うん、なんか
自分が足遅かったら友達になんか笑われるじゃないですけど、バカにされるわけではないですよ、うん、例えばなんか仮にですよ、当時中学校なんで、うん、僕思春期なんで、うん、その女の子にモテなくなるとかっていう風な発想も当時あったので僕の中では、足が遅かったら、はい、ってのでもうそのがむしゃら精神ですよね。ああ、俺はモテてやるぞっていう感じでまあ周りにはその話はしたことはないですけど、うん、まあそれんな感じでなんかまあ負けたくないっていう感じではありましたね、うん、いや確かに中学、小学校中学の時って足速い人モテますよね。はい、間違いなくそうでした確かに確かに、それ大事ですね間違いなく大事。実際それでこうモテたりとかしたんですか？いやモテなかったですもう全然でしたね。やっぱりそのなんか特別大会とかで活躍するような選手でも当時なかったですし、僕ただただそのなんかよく走ってる子だなっていう印象だったと思うので、どちらかで言ったら多分まあ同級生とかに関してはもう印象としては多分そのオタクというイメージが多分強かったのかもしれないです。ゲームが好きっていうので。そうですね。そうなんですね、うん、なるほど。じゃあその、まあ、陸上短距離をやられてたんですよね、はい、でやられて、でもう一つあのハーリーもやられてたっていうお話をお聞きしてるんですけども、はい、そうですね。どういうきっかけで？きっかけとしてはもうその中学校入学した当時ぐらいかな、うん、もうハーリー自体がその5月とかに、5月の上旬かなにそのいわゆる那覇校か、うん、でなんかいわゆるハーリーのイベントみたいなことがあるので、それに出場するためにその中学校イベントとして練習みたいなことをするんですけど、その練習してる際にその当時自分が通ってた中学校のプールっていうのが屋上にあったんですよね、うん、そのいわゆる屋外のプールだったんですけど、その練習する場所もそのプールだったので、そのハーリーのオールを漕ぐ音といいますか、そういったこのバシャバシャって水がなんか跳ねる音っていうか弾ける音っていいますか、そういう音がその入学するその門のところまで聞こえてたんですよね当時。でそういうのもあって何なんだろうっていうのが最初気になって、それがハーリーの練習なんだっていうのを初めて知って、でテレビでそのハーリーの映像を見てかっこいいと思って、俺もこれを漕いでみたいってその当時思って、でその次の年2年生ぐらいかな、年にその練習に参加したりっていう風にしてました。なるほど、そうだったんですね。結構私があのびっくりしたのが、ハーリーってやっぱり海でやるものじゃないですか、はい、プールで、学校のしかもプールって割とちっちゃいですよね。そうですね。あそこで練習するんだと思って、はい、結構やりづらくないんですかねって思っちゃいました。そうですね、25メートルぐらいのプールだったんですけど、うん、まあ、大きくはなかったんですけど、うん、両サイドに分かれて、うん、まあなんかみんなオールを持ってそのなんか一人一人並んでって綺麗に整列し並んで、それで漕いで練習みたいなことだったんですけど、まあ実際海に出て練習っていう機会自体がそこまでなんか取れなくて、もともとそうなんですね、はい、どうしてもその波流線だったりっていうのを借りないといけなかったので、で借りるためにその予約とかいろいろしなかったしないといけないと思うんですよね多分。僕あまりよく分かってはいないんですけど、多分学校の先生が裏でその予約してくれて、それで僕たちは そこに行って海で実際に練習するっていう感じだったんですけど、まあ実際そこまで数回とかでしたね、本当に海に出て練習できたのは。なんか私 あのイメージだったんですけど、あのサーフィン的な感じで常に海で練習みたいなイメージがちょっとあったので、あプールでやるんだっていう思いましたね、はい、うん、実際私はそのハーリーを生で見たことが実はなくって、映像でしか見たことがないんですけど、あのまあ掛け声だったりとか、あのなんてですかね、音だったりこう見た目もすごいかっこいいなっていうのは、あの私も見た時に感じてたので、その中学生の時に浅田さんが失礼しました知り合いにあの似てる名前の子がいてちょっと間違えちゃいました。はい、全然全然あの浅田さんがおっしゃってたあのかっこいいなっていうので、あのハリやろうっていうのもあの感じ、あの同じように中学生の子とか高校生の子でも感じる人いるんじゃないかなっていうふうに思いました、はい、実際じゃあハリやってみて何かこう大変だったことだったりとか楽しかったことってあったりしますか？大変なことはそうですね、なんか朝早かったので、うん、朝起きるの大変だなっていうこととぐらいかな。でも、うん、で練習自体はなんかまあ楽しかったという感じで印象は強い自分の中であって、うん、
まあ、多分理由としてはその、まあ、やっぱり結局その一緒にやる友達がいるので、うん、誰か一緒にいると会話はできるので朝早くから、うん、ってなってくるともう行くだけで会話できるし、うん、で練習自体はそんななんかなんだろう倒れるほどきついというようなこともそんななかったので、なので練習にきつさっていうものは全くなく、うん、ただただその友達と話せるし、まあ自分もやってみなかったことができてるから楽しいなっていうぐらいでした、印象としては。そうなんですね。あの友達と話せる、朝早くから話せるのが楽しいって今おっしゃってたと思うんですけど、ってことはあの朝田さんは結構人と話すのがお好きだったんですか？中学の頃はでも話すことは嫌いじゃなかったです。嫌いではなかったんですけど、うん、そのなんかクラスの中心に立つような子ではなかったです。あ、なんかよく言う例えばなんですけど、うん、その学級委員長とかってあるじゃないですか、はい、ああいうのって当時僕らの時だと、うん、そのいわゆるクラスで目立ってるような子、うん、なんかいわゆるこの落ち着いた子とかそのよくしっかりした子とかがなるんじゃなくて、どちらかというとその目立つような子が多かったんですよね。そうですよね、はい、でそれもあったのでなんかそういうなんか誰かの前に立って何かをしようっていうような子じゃなくて、まあ内々でそのなんかもう本当に仲のいい人たちのグループだけで会話をするような感じの中学生でしたね。なるほど。じゃあこう自分からこういっぱい人前で話すのが好きっていうよりは友達と一緒に楽しくおしゃべりするのが好きっていう。はい、そうです。なるほど、そうだったんですね。ありがとうございます。じゃあまあ中学生の時は陸上やったりとかハーリーやられていたと思うんですけど、高校にこう進学されてからは何かこう部活をやったりとかはしたんですか？そうですね、高校の時は陸上を3年間やってまして、うん、で、まあ、まあきっかけはもうおそらくその中学時代に留学で陸上ちょっとやってたっていうのもあって、でまあ、であとはもう速く走れる方が僕はかっこいいっていう、うん、やっぱりその感覚は抜けてなかったので、僕は当時高校生入学する当時は抜けてなかったので、で当時一応他にもハンドボール部だったりその、バドミントン部とかいろいろ部活があったんで、うん、なんか他の部活とか興味あれば入ろうかなっていうふうに考えてはいたんですけど、うん、はい、なんか高校生に入学した時になんか新しく運動を始めよう、スポーツやろうと思った時に、うん、高校から始めるのは僕の中で遅いなっていう風に感じてしまって、その当時なので何か今までやってきたことじゃないとちょっと厳しいなっていうのがあって、うん、まあもう流れ的でしたよね。本当にもう自然の流れでそのまま陸上部に入ったっていう感じでしたね。あ、そうなんですね。ちょっと今のお話聞いててやっぱりこう走るイコールかっこいいみたいな話があったじゃないですか、はい、間違いないです。あの私実は中高が女子校で、女子校だったの男子生徒がいなくって、なんかどういう人がモテるとかあんまり分かってないんですけど、あ、なんか小学校中学校は足が速い人がモテるっていうのは分かるんですけど、うん、高校とかってどっちかっていうと私のイメージですよ、なんかこう落ち着いててなんかクールな人がモテるイメージがあるんですけど、足速い人でもモテるんですか高校でも？どう、あ、でもなんかどちらかというと運動ができる子というか、あ、なるほど、なんか何かのスポーツができるというよりも、うん、なんかとりあえず運動ができる子とか、うん、あとはそうですね、運動ができる子と、うん、あとなんかその、まあ、結局かっこいい人ですよね。あ、見た目、間違いなく見た目ですよね。どちらかで、どちらかでしたね僕の高校は。あ、そうなんですね、まあ、見た目がいいか運動ができるかっていう、本当にそんな印象でした。そうなんですね、面白いですね。なんか実際じゃあこう、まあ、陸上で短距離で合ってますか？はい、間違いないです。短距離やられて、でもう3年間部活やられてたっていう風なんですけども、あのコーチがいなかったっていうので、はい、あの自分たちでプログラムをメニューを考えてたっていう風にお聞きしてるんですけど、めちゃめちゃ大変じゃないですか？うん、大変ですね、うん、まあでもそうですね、大変だし、でも結局、まあ、僕が入学して大学じゃない高校1年生の時から、まあ、その練習メニューを考えるかって言われるとそういうわけではなかったので、うん、まあ、結局先輩の方が最初は、まあ、考えてくれたやつを僕らは一緒に参加してっていう感じだったので、うん、まあ、それを一個一個なんか覚えていってましたね自分の中で。覚えて吸収して自分たちがこう2年生になった時に後輩たちに伝えるみたいな。そうです。プログラムを作っていくので何かこう、
うん、思い出とかあったりします？自分が考えたプログラムでなんか同じメンバーがこう走るのが速くなったとか、そういう結果が出たことだったりとか、なんかやっててよかったなって思ったこと。そうですね、まあ、まあ僕の中でのこれは自慢なのかわからないんですけど、まあ、一個あるとしたら僕の同級生ですね。で同級生でその入学当時はその、うん、まあ、目立つほど足の速い子ではなかったんですよね、正直な話をすると、うん、当時で言うと高校入学し最初の大会のその 100m のタイム自体も、まあ、まあタイムだけ聞くとなんか正直そこまでうんみたいな形だったんですけど、うん、まあ、結果的にその高校3年生2年間の間で、うん、まあ、最初はじゃあ13秒、まあ、仮に13秒だったとしますね、うん、ちょっと正式なタイム言っちゃうと本人に聞かれたらちょっとあれなので、はい、13秒ぐらいだったとして、うん、で結果的にその卒業する前までにまあ大体11秒とか、とかまでタイムが伸びま、あ、縮まりましたよっていう。すごい。で本当にすごくて、やっぱり短距離選手でそのこの1秒を縮めるってすごいなんか苦労するというか、僕自身も結局その入学してから卒業するまでにそのタイム自体も1秒近くぐらいしか結局縮まらなくて、なのでそれを考えた時、それを考えたら結局この子はその自分たちの常識を覆したので、それが僕にとってはちょっとした 自慢話というか。あ、でも本当にすごいですね、それだけの結果が出たっていうのはやっぱりプログラムのおかげじゃないですか。しかも監督とかコーチがいない状態で、あの生徒だけでプログラムを組んでいたのにそれだけ結果が出たっていうのは自慢ですね。それは自慢ですね。すごい。やっぱり僕らもうチームこの、で僕らがいた時 の陸上部の部活の短距離自体もその人数も少なかったので、僕の同級生の短距離だけでも僕合わせて結局3人だけだったので、卒業した時には、うん、そうなんですね。でそうなった時にやっぱりもうリレーとかもあるので、うん、その子をどうしても速くしたいっていうのが僕の中でずっとあったので、うん、速くすればチームも全体良くなるの で、それでもう結構僕なりに頑張ったような印象はあります、うん、ありがとうございます。いや高校時代のいい思い出ですね、はい、間違いないです。いやこの後もっといろいろお話聞いていきたいんですけど、ちょっと時間が迫ってきたのでエンディングに行きたいと思います、はい、はい、浅田さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。いやお話を聞いてて、まあ、最初のちょっと初対面の印象の時からクールな感じがあったので、ちっちゃい時も、はい、あ結構落ち着いてる感じだったんだなっていうのでぽいなっていうふうにちょっと思ったんですけども、まあ、中学でハーリーやってたりだったりとか陸上やってただったりとか、高校でも3年間部活やってたっていうところのお話の中で、まあ、こう走るイコールかっこいいっていう、うん、結構人間的な欲求みたいな部分もちょっと見えて、よかったなと思います。はい、なんか堅苦しいこう話とかじゃなくて、そういうなんか中の話というか、中学生高校生の人たちも聞いてて、あそれめっちゃわかるみたいな感じで聞いてくれてたんじゃないかなと思います。いやそう思ってくれるとまあいいのかなと思います。ありがとうございます。ちょっと浅田さんは今日どうでした？感想お願いします。え、そうですね、まあ僕の話がどう、まあ聞いてる人たちがどう感じるかは別として、まあこうやってラジオでまあ、会話をできたというか、まあ僕としては自分の思い出を語っただけなので、それを楽しく面白おかしくというか、そういう風に楽しく話してたのでよかったかなと思ってます。ありがとうございます。はい、今回のラジオのお話をぜひ学生の皆さん、そして保護者の毎日の中でご活用ください。それではここでこの番組の協賛企業である子どもと大人学びサポート B カラフルのご紹介に行きたいと思います。強みをコーチングで伸ばす親子のキャリア教育のナビゲーターをいたします。興味がある方は B カラフルで検索。はい、ありがとうございます。今週はですね、ちょっと高校生の頃のお話まで伺いましたので、来週は大学生から現在までのお話を伺っていきたいと思います。はい、キミザネクスト、本日は、ゲストの浅田さんをお迎えしてお送りいたしました。お聞きの皆様、素敵な1週間をお過ごしください。バイバイ。バイバイ。